はてなさん私は右利きなんですが、徐々最近徐々に右手、右腕が思い通りに動かせなくなってきています。今日常生活問題ないですが、万が一にそのように左手を利きてどういうふうに使えるようになりたいと思っています。左手を使えるようになる効率的な方法とかあれば教えていただきたいです。なんで動かないのなんか脳の問題を抱えてるの大丈夫、まあ、左手と右手を同じように使うようにするコツは、左手と同じに同時に同じことをさせる。 左だけでやってることを、今度右だけでやると、一気に不吉祥になるんで、あの、例えば字書くの同時に、同時にこうやってやれば、同じことが指でできるんで、まずは指で字を書く、あーとか指で字を書くっていうことを、ちょんちょんってこう、インクとかつけて、自分でこうやってやり始めてください。で、左でやってる感覚でこれをやるのと、右でやってる感覚でこれやってるっていうと、右が普通に左と同じような脳に、ね、 すり替わりますので、ごまかしてやってください。